ギリシャの放送日っていつでしたっけ。あ、いいですよ、そのままで。3月のいつでしたっけ。カレンダーが見れません。あ、いいです、いいです、いいです。少々お待ちください。ああ、はい。3月の下旬ですよね。第3土曜日。はい。というぐらいですね、我々も、放送日が本当に申し訳ない。第3土曜日ですね。3月第3土曜日朝11時30分大使館晩餐会の特集はギリシャ大使館でございます。先日収録を終えましてギリシャコンスタンティン大使に伺いました。大使公邸での撮影、それから大使館での撮影と両方ありましてですね、特に私が印象深かったのは大使公邸での撮影です。もう大使の公邸はですね、閑静な東京の真ん中の住宅街にありまして、朝からですね、ご対応いただきまして大使公邸で、午後まで、ね、撮影をさせていただきました。で、コンスタンティン大使は恰幅のいい方でして、奥様お目にかかったのはこのインタビューで初めてだったんですけど、本当に優しい方でした。優しくって、笑顔が絶えなくてですね、あと、いや料理はこうやって置いた方がいいわっていうようなですね、美的センスもですね大変優れていらっしゃってですね、おもてなし、ホスピタリティ、非常に高いご夫妻で、大変撮影楽しませていただきました。私はですね、アテネ、ギリシャの首都ですね、そこに代表されるこのオリンピアというスポーツですね、オリンピックの起源となった戦いの大会なんですけど、スポーツの祭典ではなくて肉体をぶつけ合う選手同士のまさにウォーリアーズ このぶつかり合い、選手の戦いだったのが起源だったと聞いてびっくりしました。私もこれから詳しくですね、ギリシャを勉強しようと思うんですが、当時はやっぱりこう、まあ、ヨーロッパの戦国時代でして、やっぱこう都市国家が栄えたこのアテナのポリスがですね、それぞれこう戦い合ってたわけなんですね。その中にあって選手の戦い の強さというのは非常に国家を守るには重要な要素で、それをこう鍛え上げるために現在のオリンピックとなる原型が開発されたというわけなんですね。で、スパルタというような名前があるというですね、やっぱりこうその選手の育成には非常に注力をしていたようでありましてですね、その選手が国を守るために戦いの歴史があったということなんですね。そして今のオリンピックにつながるわけなんですけれども、アメリカで使われる英語や我々がよく耳にするような言葉の端々にですね、ギリシャの言葉が多用されているっていうのも知りました。ギリシャはそれほどですね、古代においてたくさん発信力を持っていて、そこから世界に展開されていく言葉やスポーツや文化の原型のようなものがたくさんあったなと思います。で、今度の3月のギリシャの大使館晩餐会特集では、子どもたちがレポーターになるんですけれども、その子どもたちもですね、大変面白かったと言っていただいたのが、ギリシャ語、この名前の意味何だと思いますかっていうクイズコーナーを大使夫人がやっていただいたんですね。そしたらやっぱり今につながるような言葉が数々あってですね、子どもたちも、こんな言葉までギリシャ語だったんだっていうふうにして驚いていました。で、何よりも面白かったのはやっぱりその、収録終わった後にこう皆さんでティータイムがあったんですね。あ、森山さん来られなかったんですよね。残念です。もうティータイムが何よりも好きな森山さんが参加できなかったんですが、やっぱりこのディレクターもカメラマンもですね、我々スタッフみんなで大使ご夫妻と一緒に大使公邸のリビングでですねティータイムをいただきました。そこでですね、本当にコンスタンティン大使のジョークのセンス、ユーモアのセンスが非常に高くてですね、終始皆さんが笑って笑顔が絶えないですね、ティータイムだったんですね。で、ギリシャではこんな感じで皆さんティータイムを楽しむんですかって言ったら、そうだよって言ってました。で、その大使公邸のリビングルームに入ってくる午後の日差しがですね、またうららかでございまして、こんなうららかな柔らかい日差しがですね、こんなこう笑いに絶えないリビングルームにこう溢れていてですね、ギリシャってのはもうリラックスしていいところなんだろうなっていう風な印象を受けました。そこの雰囲気が番組出てるといいですね。で、その時に私スタッフかな、なんかこうミコノストを検索してミコノストの写真をこう見せた人がいたんですけど、
めちゃくちゃ綺麗なリゾート地なんですね。確か7、8000ぐらい島があったっていうふうに大使がおっしゃってたような気がするんですけど、あんなようなこう無垢手つかずというかですね、そういうような真っ青な海の、海に面してですね、島にこう白いこう建物がこう並んでいて、よく皆さんもインスタグラムなんかの写真で目にすることもあるかもしれないんですが、ああいうリゾート地がこう映画にブワーッと広がってるっていうことを想像すると、もう行ってみたいなっていう気になりますね。私はあまりお酒はいただけ飲めないんですけど、すごい強いこうハーブのお酒のようなものが出てきまして、それがですねびっくりしました。こう最初はこう透明なこう水のようなお酒なんですけど、そこにこう水を入れるとわっとカルピスウォーターみたいな白い濁った色になるんです。それを飲むとこうわーって薬草が鼻に突き抜けるような勢いでして、強いお酒だったんです。それを飲みながらコーヒー飲みながらまたみんなでお話を楽しむというそんな感じでした。とても楽しかったです。大使ご夫妻、改めてありがとうございます。その大使館晩餐会ギリシャ特集は3月の何日でしたっけ第3土曜日とかってなかなか分かりづらいですよね。ですね、はい、3月20日土曜日朝11時30分放送です。皆様